マウリツヨサッリは、イタリアナポリ出身のサッカー指導者。ゲ SS ラツヨ監督。ナポリにて生まれるが、3歳からは、トスカーナ州にて育ち、以来トスカーナ人であることを自負している。若い頃は、アマチュアリーグの DF として活動していたが、すぐに引退し、モンテ、デーパスキリ、シエナ銀行に就職。銀行員として働きながらも、カブリーグの指導者として、 キャリアを積む。2000から01シーズンにイタリア6部リーグに所属する a c ンソビーノを引いた際は銀行に辞表を出した上リーグ制覇できなければ監督業から身を引くとクラブに宣言し宣言通りリーグ制覇を達成。この頃セットプレーで33通りもの練習をしていたと報じられミステル33と呼ばれた。2012年にセリエ B に所属していた。 エンポリー FC の監督に就任。全シーズン残留をかけたプレイアウトでビチェンツァを下しから応じて B に止まったチームの変革に取り組んだ。開幕9戦で4分け5敗と苦しみながらも10戦目にして、その後、エンポリー時代一貫して採用することになる4から3から1から2のシステムを発見し合わせながらビルトゥスランチャーの230で解消した。また、この試合で、 当時若干18歳のエルセド・ヒサイは抜擢され、リーグ戦初出場を果たした上、その戦烈な内容からポジションを勝ち取り、その後17試合にわたって連続フル出場を果たした。同じく若手ではサイドアタッカーであったりカルド・サポナーラのトップ下としての才能を見出し、ロレン zo とネリオ C.B として開花させるなどした。一方でマッシモ・マッカローネとフランチェスコ・タバーノのベテランに。 トップの再生、中堅選手であったミルコ・バルディフィオ、リノ・レジスタとしての能力発見などまんべんなくチームの能力を引き出した。このシーズン余曲折を経ながら昇格プレイオフ、決勝まで導いたが、リボルノに敗れ昇格はならなかった。2013から14シーズンは、前期のメンバーに加わったダニエレル・ガーニア、マリオ・ルイ、シモン・レベルディラが、 チームの完成度をさらに高め安定した戦いをシーズン通して披露を2位となりセリエ A 児童昇格を達成した。2014から15シーズン初勝利を第6節のパレルモ戦まで待たねばならない苦しいスタートを切ったが最終的にリーグ最多となった18の引き分けが示すようにしぶとく戦い、ホームでラツヨやナポリを破るなど印象に残る勝利も記録。 第34節アウェイでのトリノセに1の0で勝利し残留を達成した。最終的に15位で終え、チームを辞任した。2015年、セリエ A の SSC ナポリの監督に就任。被災と共にエンポリから連れてきていたバルディフヨーリを、レジスタにロレンツォ・インシーニエを、 トップ下に据えた4から3から1から2でシーズンに臨むが、最初のリーグ戦3戦で2分けいっぱいと成果が出ない。ことから即座に修正。ジョルジーニョアンカーに据え、インシーニエを、本来の左ウィングとした4から3から3を、採用し続く L 第1説クラブブルージュ戦、リーグ第4説ラツヨ戦を共に5の0で代償。その後シーズンを超えて一貫して採用されるシステムとなった。 前任者の元崩れていたチームのバランスを見事に修正、徹底したポジショニング指導でカリド・クリバリーを中心とする DF 陣の能力を引き出し、マレク・ハムシクの適正なポジションを左の中盤に見出した。その中でも最も恩恵を受けたのが前線のゴンサロイグアインであり、最終的にセリエ A のシーズン歴代最多記録である36ゴールを叩き出した。 リーグ前半戦はホームで、ユベントスやインテルを破るなど勝利を積み重ね序盤の失敗を取り返し、リーグ優勝を果たした1989-90、シーズン以来26年ぶりに冬のチャンピオンとなった。2016年に入っても多くの勝利を積み重ねたが、第25節トリノでのユベントスとの直接対決に、敗れ、続く2試合に引き分け、 さらに4月に入った第31節振り売りでのウディネーゼ戦ではイグアインが月光し退場するなどの出来事もあり、完敗。82ポイントを稼ぎ出し20チーム制となってからのリーグ戦クラブ記録である勝ち点となったにもかかわらず、ユベントスの後陣を敗することになった。2016から17シーズンはイグアインがライバルであるユベントスに移籍したため、代役として アルカディウシュミリクを獲得。開幕戦で得点を上げるなど即座に適応したが、10月の代表戦で負傷し長期離脱。加えて、DF のヨーラウール・アルビオルの負傷離脱、CL との両立にも苦しむ中、大役のマノロが、ビア D2 がチームにフィットしないと見ると、ウィンガーのドリエスメルテンスを CF にコンバート。この策が功を奏し、 流動性を増したチームの攻撃力が爆発。CL では、グループステージを突破した後に、ベスト16でレアルマドリードに敗れたが、リーグ後半戦は19試合を15勝3分け1敗で駆け抜け、最終的に、メルテンスは28ゴールで得点ランク2位、インシーニエ、ホセカジェホン、ハムシクも、それぞれ18、14、12と2桁得点を記録した。 86ポイントと2シーズン連続で、クラブ史上最高の勝ち点を記録したにもかかわらず2位、ローマに1ポイント及ばず3位、翌シーズンの CL は、プレーオフからの出場となった。2017から18シーズンは、シーズン途中から独走していたユベントスを追い上げ、34節での直接対決を1から0で制し、一時は勝ち点差1まで迫ったが、 次行く35節ではフィオレンティーナに3から0と敗れ、36節のトリノセンでも2の2と引き分け、優勝を逃した。チェルシー FC 監督時代2018年7月14日、解任されたアントニオ・コンテの公認として、チェルシー FC の新監督に就任決定。契約は3年間。サッチにとってこれが初のイタリア国外での指揮となる。 ここでもナポリから連れてきたジョルジーニョをアンカーに据え、従来ボランチだったエンゴロカンテを一列前に上げ右の中盤で起用した。開幕直後は8勝2分とスタートダッシュに成功したが、中盤で調子を落とし、26節、マンチェスターシティ戦に零から6で惨敗したあたりから、チーム内の不協和音や身体問題が浮上。一週間後のカラバオ決勝では、 PK 戦突入を見せ GK ケッパー・リサバラガを控えのウィリー・カバジェロに交代しようとしたが、ケッパが交代を拒否し、試合中にもかかわらず激光して自らロッカールームに引き返そうとするなど厳しい内部事情があらわになった。結局カラバオハイは決勝で敗れたもののその後は持ち直し、リーグ戦は CL 出場圏内の3位でフィニッシュ。 UEFA ヨーロッパリーグ2018から19も決勝でアーセナルを破り自身初のメジャータイトルを獲得するなど充実したシーズンとなった。後にチェルシーでの1年間について最初は対立があったけど対談の時には多くの選手が泣いてくれたと振り返っている。2019年6月16日、ユベントス FC の監督就任が正式発表された。 契約は2022年まで。宿敵イベント末の監督就任にかつて率いたナポリのサポーターからは激しく批判され、裏切り者とも言われた。フアンク・アドラードを右 SB にコンバートし、フェデリコ・ベルナルデスキをトップ下に据える4から3から1から2でスタートしたが、次第にトップ下の選手をサイドに流した4から3から3と併用するようになる。しかし、 ゾーンでの守備など高難度なサッカーへの適応が進まず、リーグ戦は勝利こそするものの以前のユベントスに見られた圧倒的な強さを発揮することは少なくなっていった。シーズン後半戦になると海への取りこぼしも目立つなど、次第にチーム状態が不安定になっていったものの、結局26勝5分7敗の勝ち点83を獲得し、リーグ9連覇を達成。 自身初のリーグタイトルを獲得した。しかし、2インテルとの勝ち点差はわずかに1であった。スーペルコッパイタリアーナでは、ラェオに敗れ、コッパイタリアも、決勝で、フルスナポリに敗れ国内一貫止まりとなり、史上名題の CL では、ラウンド16でリオン相手に2戦、合計2の2で、アウェイゴール差により敗退。ユベントスにとって、 過去5年で最低となる16強止まりとなってしまい、CL 敗退の翌日に解任された。2021年6月9日、SS ラジオの監督に就任したポゼッションサッカーを得意としており、ナポリ時代には欧州で最も美しいサッカーと称された。ジョゼップ・グアルディオラにはユルゲン・クロップと共に同じ次元にいる監督と称された。 また DF ラインの計算された緻密な動きを特徴とする。テゴレト時代からの副官であるフランチェスコ・カルツオーナは、この主題のみで論文を表し、2016年に UEFA プロの資格を得ている。ありがとうございます。